成分、そしてグンミ、ハニージュエルの皆さんです。フュチュージョン特別バージョンをご披露いただきます。それでは3グループのご紹介をいたします。まずは DT11 の皆さんです。鳥取県を歌とダンスで盛り上げて応援します。小学生から高校生までの幅広く個性的なメンバーで構成している元気なグループです。続きましてグンミーの皆さん。昨年鳥取砂丘イリュージョン大使として活躍していました。オーバーラップのメンバーと新メンバーで結成された鳥取を中心に活動するアイドルグループグンミー。グンミーというのはいいねという意味で、いいねという意味の造語で、ポップでカラフルなグミ、そして何々グミといった意味も合わせ持っています。サインのいいねを発信し、いいねと言われる存在を目指します。最後にハニージュエル、 TT11 の派生ユニットでダンスキャリア10年以上の2人がクールなダンスとキュートな歌で全力投球をします。どうぞ皆様ステージをお楽しみくださいませ。
改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。私たちは鳥取県大田とダンスで応援している TTM です。よろしくお願いいたします。それではまずは自己紹介からさせてください。はい、高校2年生17歳のあゆなです。今日は寒い中ね、皆さん集まっていただき本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。あゆな、はい、高校2年生17歳のみほです。今日はですね、ちょっとみんな身長が高くてね、ちょっと私ちょっと見えないかもしれないですけど、見えるようにちょっと大きなダンスで頑張りますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、中学3年生15歳のりおなです。今日はこんなすごく綺麗なイルミネーションもあるんですけど、ぜひ私たちのこのステージも楽しんで帰っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、小学4年生のリリカです。今日は来てくださってる皆さんに笑顔で帰ってくださり、帰っていただけるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。イエーイ。歳のアイリーです。今日は私サンタの帽子をかぶっているんですけど、ちょっとクリスマスは早いんですけど、皆さんにクリスマスを一緒に、私たちとクリスマスを過ごせるように一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。イエーイ。アイリーちゃん。はい、小学4年生10歳のアイリーです。今日は皆さん寒い中来てくださってありがとうございます。皆さんが暖かくなるように、文字が大好きまで行かなきゃ。食べるね頑張るので応援よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、今日もこのメンバーで皆様に元気を届けますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速続いての曲にね、そうなんですけど、続いての曲は、先ほど歌ったクラブクラブ大好き、クラブピノボとは違った曲のね、大勢のホーリーポーという曲なんですけど、ちょっとしっとりした曲でね、ちょっとこのクリスマスな感じにぴったりな曲になってます。いや、ありがとうございます。はい、そうです、ちょっとしっとりした曲になっていますので、皆さんもちょっとしっとりした気持ちになってください。それでは聴いてください。大勢ホーリープレイス。Yeah.
持ちになっていただけましたか？はい、はい、私ちょっとしっとりしました。そうですか。はい、はい、はい、そうです。もうね、もうすぐクリスマスじゃないですか。そうですね。はい、早いんですけど、はい、クリスマスが終わったらもう1年終わっちゃうじゃないですか。終わりますね。ちょっと早いけど。早いけど。今年のね、ちょっと振り返りをちょっとしたいなと思うんですけど、なんか今年一番の思い出。はい、はい、早いですね。早いですよ。さん、どうぞ。みおさんはね、今年1年はね、ダンスにちょっと力入れようかなって思ってて、ちょっといろんな方のコンサート行ってみたりとか、テレビ見てみたりとかして、ちょっといろんな方のダンス覚えたりとか、ちょっとやってみようって思って、ちょっとチャレンジしてみて、でその覚えたこととかをこの TT のこのダンスとかに活かせれないかなって思って、今年は頑張ってやりました。はい、いい感じです。いい感じですか？いい感じですよ。来年も頑張りましょう。頑張ります。はい、それでは他にある人。はい、じゃあリリカちゃん。私は1年生の頃から自転車の練習頑張ってるんですけど、今年も練習頑張ったんですけど、左にしか曲がれなくて、それで来年は右に曲がれるようになって、友達の家に自転車で行けれるようになりたいです。頑張れ、頑張れ、頑張れ。はい、じゃあさっき手挙げてたよね、あみちゃん。私は今年学校でたくさん縄跳びの練習をしてたので、はやぶさができるようになったことが。はやぶさってどんなの？どんなやつ？やってみ、ちょっとやろうか。ちょっとやってみようか。いやいや、エアはやぶさ。エアはやぶさ。おお、あ、上手上手。最後のやつが本当のやつな。そのね、私もできるから。あ、分かった。私もできるよ。じゃあ今度見せてね。分かった。本当かな？本当です。わかります。じゃあ今度見せてもらいます。出ます。はい、それではここでちょっと早いんですけど、はい、続いての曲に行きたいと思います。早速ですね。続いての曲は、はい、最後の曲になってしまうんですけど、続いて、ありがとうございます。ちょっと短め、ごめんなさいね。次の曲が、はい、私たちなんと、はい、新曲を、その題名は何ですか？そう、山陰新幹線なんですけど、はい、山陰新幹線でまだ通ってないんですけど、これからね、通るかもしれないのでね、私たち通ってほしいっていう気持ちもあるので、その気持ちを込めながら歌いたいと思います。みんなも一緒にね、デビューして盛り上がってくださったら。新幹線が通ったら、どんなことしたいとかありますか？私は、はい、新幹線の中でライブをしたいです。あ、いいね。はい、いいですね。じゃあ、その気持ちも込めて、歌っていきましょうか。はい。それでは、いきますか。それでは、新曲聴いてください。レッツ山陰新幹線。Yeah.
をコラボさせていただくのでですね、そちらの方もぜひ来ていただけたらなと思います。お願いします。はい、そしてなんと物販もしているので、はい、ぜひよかったら来てください。